おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーはピンクラッキーナンバー8です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ペンタクルの10の逆位置が出ました。受け継がれたものが限界を迎える。受け継いだものを十分に発揮できなかったり、それが争いを生んだり、負の遺産と化してしまっている状態です。過去を回想して、昔は良かったという思いや悔恨にとらわれたり、望みが叶えられないまま無意に時を過ごしている暗示です。別れた相手への未練や、現状への不満から心を解き放ち、再び人生と向き合うことが大切です。過ぎ去ったことから学ぶべきことを学び、新たな思いで歩み出すならば、気がかりな問題は取り除かれるでしょう。ペンタクルの10の逆位置の意味は、さまつな問題、トラブルが起きる、成り行きに不安がある、過去にとらわれる、うまくいかないことへの不満、維持できない。2枚目めくっていきます。死神の逆位置が出ました。過去に縛られ先に進めない。まだ現状にしがみつく気持ちが優勢です。そうなると状況は停滞し、辛い状態が続いてしまうかもしれません。死が告げる終わりと始まりはすでに決まったことであり、簡単に変えられるものではありません。潔く、思い切って次のステージに進んだ方が良いでしょう。前に進めない閉塞的な状況にあることを暗示しています。抜本的な変化の訪れを待ちながらも、変わらないでいることを選ぼうとしているのかもしれません。まるで時から取り残されたかのように、心が過去の中で彷徨っている可能性も、現実を受け入れるまでには、まだ時間がかかるかもしれませんが、逃げずに受け入れるまでには、まだ時間がかかるかもしれませんが、逃げずに受け止めたなら、停滞したこの流れを変えることが可能になります。恐れずに向き合ってください。死神の逆位置の意味はグレーゾーンに陥る、無気力や無感動、希望が見出せない状況、欠乏、喪失、自分を守りたいあまり大事な本質を見失う。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。